こんにちは、ロボテックです。ムーンリフターは電動のバランサーです。重量センサーで、重さを検出し、釣り合いを保つことによって作業者が重たいワークを両手でスムーズに操作することが可能になる製品です。AC100V で、どこでも利用可能となっております。面倒なエアーの供給が不要となっております。操作も楽々となっております。まずこのようにワークを上げます。登録ボタンを押すと、このように片手で重たいワークを軽々と持ち上げることができます。原料投入のような、重量が途中で変化する作業にも対応可能となっております。現在の重量が 10.5 キロとなっております。で、ただいまの重量が約8キロですね。このように途中で重量が変わる、作業にもワンタッチ登録が可能となっております。続いては用途に合わせたモードのご案内をいたします。ワンタッチモードをご紹介いたします。まず通常通りにこのジグをオリコンにくっつけます。で、上昇モード、上昇ボタンを一度だけ押します。一定の高さまで、自動で上昇し、そこからバランスのモードになります。ここで重量を追加してみます。追加された重量でも同様にバランスすることができます。最後に下ろすときは下ボタンを押しますと、自動で下がりまして、ワークを外すことができます。作業者の、操作性を、考慮したモードになっております。続いて停電時の動きを見てみましょう。現在はこのように20キロのワークをバランスしている状態となっております。そこで非常停止をしてみます。このように非常停止、電源が切れた場合ですね、メカロックが働きますので、全然動かない状態になります。この後電源が入った時に、まずはこのホールドの状態で開始します。もう一度バランスをしてあげると、同じような上げ下げの作業ができるようになります。上げるときはより速く、下げるときはワークを傷つけないようにゆっくりと下ろすなどの、スピード設定や、足の上に落とさないようにするための繰り出し量の制限など、現場にあった細やかなセッティングが可能となっております。ロボテックのムーンリフター、どうぞよろしくお願いいたします。